Hey guys! モンスタージョン TV! 今回は最弱トリオの進化ということでお話をしていきたいなと思います。今回コメントをいただきました。これなんて読むんだこれ。鳥さんかねこれ。鶏さん、ヌエって漢字と似てるけど、多分違うんだ。多分鳥やんな。鶏さん、こんにちは。最弱トリオの中で、チョッパーはランブルボールの強化。ナミはゼウスを手に入れた。ウソップは今のところ目立った活躍はない。見聞色の覚醒して未来が見えて、敵の移動位置に撃つとか武器に悪魔の実を食べさせるとかなんかしてほしいということでウソップ雑魚ザラ施設かということで、もう意外とね進化してますよあのねまず一番のポイントとしてはウソップのこのまあ今のワノ国においての話だからねあれなんだけどもその2年後での進化がまあすごいわけじゃないですか。それこそそれが見れたのが魚人島でのまああの暴れ散らかし方なんだけども本当にすげえ活躍をしたんだよね。でまあ今回の鬼ヶ島にてもそうなんだけども結構ね活躍してるんですよ。まあそもそもじゃあ打ち入りだっていうタイミングで敵がねまあモブ兵なんだけどもいたわけですね。でそれに気づかれるよりも前に催眠玉バコンをぶちかましてそのまま眠らせてしまうっていうことができたりとかそれで察知能力まあ言うならば見聞にもね派生してくる話だと思うんだけどもそういった能力が相当優れてるっていう話だよね。で飛び六方ともいい感じにやり合っているわけでございますしまあもちろんウルズガン食らって死にそうになったけどまあでも死んでないからね。はい、そこもすごいと思いますよ。普通のやつだったらウルズガン食らったら死にますからっていうところでは相変わらずの耐久値を見せてくれてんなと。やっぱウソップはね相当俺はね頑張ってると思うよ。まあそのサルガッソにしてもいいタイミングでぶち込んでまあ要するにその敵にね、じゃあ自分の仲間が命を奪われるとかじゃあもしくは敵に仲間を奪われるとか、そういったような時にウソップは守れる力を持っているわけですよ。そこだけでも相当強いのかなと。だから力イコールこのゴリラマッソウだけではなくて相手をボコるだけが力ではなくて守ることイコールそれも力であるっていうねそこもまあ考えていくと仲間を守れているウソップはまあもちろんね力を発揮できているのかなっていうふうに思います。ただまあ言うようにね今回やっぱねナミさんがねちょっと色濃すぎなんですよ。まあチョッパーもそうなんだけど特にナミさんねまあゼウスっていうね、すげえ仲間が入ってきたわけなんでまあパワーアップすごいじゃないですか。そこと比べちゃうと色移りしちゃうのかなっていう感じもするんだけどでもまあ言うてね彼にはこのまあスマイルがいっぱいあるまあこの鬼ヶ島があるわけなんでまあコメントくれたようにその彼のね武器に悪魔の実を食わせていくそれは別に特殊な能力というかね技術はいらないんでまあ植物なんでね植物に悪魔の実を食わせていくっていう風にやればまあなんか面白いよね。それは十分にあり得る話なのかなと。で見聞色がやっぱ彼はもう開花してきているんでそれがどういう風に広がっていくのかっていうねまあその敵の感知能力っていうところがまあすげえ感じになっていくのであれば今回もその島に入る前からあここに敵いるなはいズドーンっていう風にやることもできたりするわけですしなもっとこれが広がってどう広がるかなんだけども例えばエネルみたいに島全体のね敵がどこにいるっていうのは分かるってねそういった見聞もあれば未来を見れるっていうのもあったりするんでまあ声が聞けるとかっていうのもそうなんだけどもねだから未来が見れるっていう風になってくれればまあコメントくれたみたいに敵の移動位置にバコン打っていくみたいなベンベックマンみたいなねことができるようになっていくって考えると面白いなと。だからヤソップベンベックマンの位置がウソップっていう風に考えていくとバケモンだよね。まあ分かりやすく言うとそういうことよ。ヤソップ足すベンベックマンはウソップであるっていうまあそれがなんか未来の形と考えていけばすげえ期待できるなと。だからワノ国においてこの鬼ヶ島においてのまあここからの進化としてはまあ見聞もそうだけど一番分かりやすいところではまあ武器に悪魔の実を食わせるそれが来たら最高だなと思います。そして続いてナミさん。まあやっぱね最弱トリオっていう風にまあ彼ら言われていたわけで、ね、ウソップ自身もねそういう風に言ってるわけですよ。でまあそれは2年後のタイミングで最弱トリオを俺は卒業するぜ何にも動じない男に俺はなったんだって言って偽麦わらの一味を見てめっちゃ動揺してるっていうね、動じてるやんけみたいな、まあ、そんな流れがあったんだけどもでもやっぱ言葉の通り本当にねもう最弱トリオとは何なのか。まあすでにやっぱウソップは魚人海賊団をああいう風にね新魚人海賊団が縛いていったりしてるわけですし仲間を守る力
も持っているわけですよ。でやっぱドレスローザでのあの超遠距離砲ぶちかましていくっていうのは相当なんだよね。まあ実質あれっていうのはドフィー君のところの幹部をまあ結果的には倒してるわけなんで、まあ彼の力は相当ですよね。でまあそういったところで一つ最弱とはっていうふうに思えるんだけど、ナミさん、ナミさんに関してはもともとめちゃくちゃ強いです。麦わらの一味の中でも、考えようによっては2番手に強いっていうね。やっぱ雷ですよ。電気っていうのは強いですし、雷をぶちかませばまあそこで一撃必殺終了ですよね。でそれが目まぐるしくね見れたのが、まあ、やっぱ CP9 との戦いだよね。雷を思い切り起こしていったりとかで CP9 の一角を落としていったっていうことで、ナミさんの力は相当だなっていう風にその時点でねだいぶ発揮されたのかなと思います。で2年後においてもやっぱその力っていうのはもうどんどんね強くなっていくわけで、しまいにはこの鬼ヶ島にてまあゼウスをゲットしたということで、まあ、やっぱ4光級の火力が出るようになったと。で元々も相当だったけど、今これで4光級のね火力が出るようになったんで、まあよっぽどの能力者じゃない限りは億超えとかでも全部ワンパンでやれますね。片栗レベルとかでやっと耐えるか耐えないかぐらいだから、10億までのやつはほぼ全部ワンパンできんじゃない1億2億とかね、まあ、5億までとかあったらね、よっぽどほんと特殊な能力じゃない限りは全員ワンパンでやられます。それぐらいナミさんやばいです。懸賞金今一味の中では下から2番目だけどね、6600万だけか。何を言ってんのって感じじゃん。もう666で6億6666万みたいな、そんな感じした方がええよみたいなね、もっと10億ぐらいつけていいよっていうぐらいのもうバケモンです。でさらには一応ウルズガン食らってるよねウルズガンナミさん食らったんですよ。あれ結構俺ちょっと胸握られるような感じだったんだけども、本当にねまあ、それを食らってもナミさん死んでないからね。だからウソップ並みの耐久力はあんなっていうで言うてバロックワークスでも活躍してるからね。バロックワークスでも要はミスターゼロの次、ミスターワンめちゃくちゃやべえやつだから、ゾロが倒すようなやつの相方を倒してるのはナミさんだからね、ミスダブルフィンガーだから。そういったところでも本当にナミさんは相当強いなと思うよ。鬼ヶ島においてはもうとんでもないパワーアップを果たしたということでね、このままゼウスをまあ最後まで持ち帰れるようになってほしいなと思うけどね。なんか鬼ヶ島の最後にはなんか回収されちゃたまらんからね、まあそこら辺は期待したいところでございます。そして続いてチョパーヤン。チョパーヤンに関しても、まあ、やっぱね、2年後っていうところではモンスターポイントがね、自由に使えるようになったわけじゃないですか。これだけでも、やっぱ相当なパワーだなっていうふうに思うわけでございますけどもね、過去100ベリー。本当にね、奴はかわいそうだよ。ねえ、100ベリーはねえだろっていうさ。ただですね、モンスターポイントをね、使えるようになって、で、モンスターポイントで正直ね、どんぐらい強えのって感じわかんないじゃないですか。で、一番わかりやすいのが、熊鳥をね、ほんとワンパンしてるんですよね。熊鳥って結構、こう耐久値あるんだけど、それをボコってるんですよ。で余裕の様子なんでボコってるよね。まあああいったのを見れば力ってのは相当ねあるのはわかるわけで、まあ魚人族のねパパラハンマーの流れとかはちょっとわかりづらいなと思うね。まあドスンさんね、ちょっとわかりづらいけども、まあ CP9 の一角をワンパンで潰したって言われるとわかるよね。でさらにはその余力めちゃくちゃあったわけだし、それが自由にね暴れ散らかせれますよと、自分の思い通りにまあ鍛えてそれでパンチをするとかってのはできるっていう風になってくると、パワーはね相当あるわけだし、それを自由にね使えると考えるとやべえなと。まあそれこそ今回クイーンを吹き飛ばしてるわけだけど、言うて13億とかやろあいつ。クイーンをぶっ飛ばすって相当やぞ。まあ言うてクイーンはね同じ尊敬っていうことであんまりダメージ食らわないんだけど、でもまあそれの要はクイーンを投げ飛ばしてペロスニーヤの方にやったらペロスニーヤ大ダメージ食らってるやん。だからそういうことなのよ。10億超え同士の戦いみたいなものね。でそれの被弾っていう感じで、9億だか8億だかね、ペロスニーヤンがバコン食らって大ダメージ食らうっていう、8億9億ビッグマムの幹部がモブザラシになってしまうっていうね、まあそういった話で、まあやっぱ成長はすげえなと。まあ、ただねもうちょっと一個なんか欲しいなって思うところはあるね。やっぱデカすぎるんで、ちょっとノロさっていうところがねきついのかなと。早い敵にはまあ、ちょっときついところはあるのかななんて思います。だからこれがもっとスピード面が強化されて
って、なんか、まあ、イメージブロリーみたいなさ、ブロリーみたいな感じになれば、なんかいいのかなと思うけどね。パワーがあって、スピードがあって。まあ、モードチェンジをすれば、まあ、それはそれなんだけど、でもそうじゃなくて、もっと極みみたいなさ、やべえ変身になっていくと面白いなと思うけどね。まあ、だからまだまだみんなはね、まあ、すげえ成長してるよ。もうとんでもない成長してるし、それぞれが、もうやっぱもう、10億に匹敵するような、ウソップがまあ、ちょっと物足りない感は、こうやって見るとね、ゼウスが入ったりとか、チョパーヤンのクイーンとのバトルを見ると物足りない感はあるけども言うてだからね。はい。そういったところで、もう一段階ここで上がってくれればみんなそれぞれもう10億近いような懸賞金になってもおかしくないのかなと思います。まあ、でも、ウソップはなんかね、いろいろと恵まれてたりするんで懸賞金まで上がるのかなと。で、ウソップの子供っていうことも判明していくと思うんで、そこでバコッと上がるのかなと思います。最弱トリオが全員10億超えっていうのも遠くないのかなと思います。改めてこうやって考えていくと、最弱とはっていう風にね、思いたくなるわけでございます。皆さんいかがでしょうか？思うところコメント欄に書いてください。最後になります。じゃんけんタイム。行きましょう。最初はグー、インガザーラシットでグーでした。いいね押して忘れてた。ということでまた次回お会いしましょう。 See you next time!